はい、こんにちは、ナリスです。今から、4月13日の、プリンセスメンバープロデュース公演ということでプリンセスの目的を見たいと思います。イエーイ。はい、行きます。まずはふみふみ、ありがとう。席買ってくれてありがとう。はい、今回はね、オーロラ姫なんですけど、どうでしょうか。オーロラ姫になりきれてるからなんか結構ね、ピンクのなんかドレスを着ること、まあドレスを着ることがまずないから、すごく新鮮だったので、すごく楽しかったです。まあ、楽しい思い、僕がお姫様だっていう感じのね、ことが伝わってくれたらいいなって思います。はい、楽しみにしててね。ありがとう。次が、ひょう、ありがとう。いつもね、チェキ買ってくれてありがとう。はい、ですね、今回はちょっとね、囚われの姫っていう感じにしてみたんですけど、すごくね、どうですか。なんかはぁ、囚われちゃったみたいな。なんか結構ディズニープリンセスってなんか囚われてる系が多いかなって思って、なんかそれを王子様が助けるみたいなのがなんかすごくね、僕的なイメージなので、なんかそういう感じで鎖につながれて、私は檻の中にいるのよみたいな感じのチキンにしてみました。楽しみにしといてくださいな。ありがとう。お次が、じゅんくん、ありがとう。ネットチキン買ってくれてありがとう。はい、見てください。ちょっとね、天使のようなお姫様になりました。プリンセスです。プリンセスって見るだけでももうすごく綺麗だし、なんか儚いイメージだし、儚いね、めちゃくちゃ。早く王子様と結ばれてほしいなって思いました。思ってます。まあ、最終的にはハッピーエンドで終われるので、わーいって感じなんですけど、はい、今回はそんなね、なりちゃん、ちょっとね、天使の輪っかと羽がついたキラキラのなりちゃんをお送りしたいと思います。待っててね、ありがとう。お次が、マサ、マサありがとう。はい、今回はちょっとね、上に装飾をね、なんかつけてみたんですけど、これこういうなんかちょっとキラキラ垂れてる系って結構なんかお姫様っぽいのかなと思って、ちょっとそういう感じの装飾にしてみました。はい、キラキラにちょっとなりたかったので嬉しいですね。はい、チキ買ってくれてありがとうございます。またなんかその時の印象だったりとか聞きたいなって思います。ちょっとまた直接、あの時はどう、この時はどうだったみたいなの聞かせてほしいです。ありがとう。お次が、ゆきくん、ありがとう。ゆきくん、はい、今回はオーロラ姫ということでね、ちょっとピンクのドレスにしてみました。ちょっとね、座りで撮ってもらったんですけど、ちょっと顔がね、若干暗いから、周りのね、黄色でね、なんとか光らせようと思って、黄色とか白色のペンとか使ってなんとか光らせようとか思って試みてみました。ハートで囲ってます。はい、結構お姫様っぽく落書きできたんじゃないかなって思ってるので、楽しみにしててください。ありがとう。お次、七瀬さん、ありがとう。ね、土着買ってくれてありがとうございます。はい、今回はオーロラ姫座りでね、ちょっとやってみたんですけど、結構顔が漏れてると思うんですよ。どうですかね、ちょっと見えないと思うんですけど、楽しみに待ってたし、本当になんか漏れたなって思いました。早く見てほしいな。なんかいつもニコニコ笑顔な七瀬さんの顔が時期描いてる時に、ね、よぎったので、またね、いつでもいっぱい会いたいなって思いました。まあどこでもなんか駆けつけてくれるイメージはありますけど、それを当たり前に思わないように僕はいつもしてます。はい、ネタチェック買ってくれてありがとう。楽しみにしててね。お次、ちゃんたかー、ありがとう。珍しいね、チェック買ってくれるの珍しいね、ありがとう。梨の人と鈴の人に言ってよく言ってる人ですみたいなこと書いてたと思うんですけど、嬉しいです。イエイ。アメリカ生活はどうですか。なんか楽しそうだよね。僕はあんなにいっぱい量は食べれないと思うんですけど、多分頼んでちょっと食べて、あ、満足、あげるわってなるタイプね。すごく満喫してたみさえしてる感じでいいなって思います。僕もアメリカ行ったことないので行きたいなって思います。また気が向いたら遊びに来てね。ありがとう、買ってくれてびっくりした。ありがとう、またね。
はい、お次に、ひろゆき姫、ありがとう、ひろちゃんありがとう。はい、僕が一番可愛いでしょうにしました。ドヤドヤです、ドヤドヤ。もうね、これは決まりです、決定です。決めれないでしょ、結局結果的には決めれないと思うんですけど、どうなんですかね。決めれますか、あんなにもお姫様の中で。あなたは誰を選ぶんですか。それがすごく楽しみですね。結果的にはみんなが一番可愛くて誰も選べないよって結果になったらいいなって思ってます。はい、素敵、買ってくれてありがとうね。またよろしくお願いします、ありがとう。はい、ということで4月13日の、メンバープロデュース公演ということで、プリンセスネッチ買ってくださってありがとうございました。みんな本当にありがとう。ではでは、またね、バイバイ。